こんにちは。元気マンキッチンへようこそ。今日は覚えておくととても便利なカレーピラフを作ります。今回はどんなね、大人数でもね対応できるピラフです。パーティーとかね、ご家族で集まった時なんかにとてもね便利なんですよね。野菜とか具はねもう自由でいいんです。今日はねもういろいろ使います。ウインナーとエビ、そして玉ねぎ、パプリカ、あとコーンもね使って、まあしめじなんかも使おうかな。この辺はもう自由です。ピーマン使ってもいいし、あ、そうズッキーニ、ズッキーニもあったので使おう。もう自由にね作れるピラフなんですよ。ちなみに大きなパプリカはこうやってね皮を剥くようにして切っていくと中身がねこうやって綺麗に取れます。玉ねぎも大きめ、ほらポンポン、もうゴロゴロ感が残る方がいいです。あとコーンと、具の切り方は自由なんですけども、若干ねゴロゴロっとした大きめに切るのがおすすめですね。細かいよりも大きい方がね美味しいかなと思います。まずこれソーセージ、大きめのソーセージを使ってます。ウインナーとかでもいいですよ、あとベーコンとかね。でこれズッキーニ1本使っちゃいます。半分ぐらいでもいいですよ。あとしめじも適当にほぐして、あとパプリカもね色味が可愛いので2種類カットしてます。赤と黄色、もうこれもゴロッとね大きめがいいです。そして中途半端に残ってたコーン、コーン入れるとね食感いいんですよね、甘みも加わるし。でこれも玉ねぎ、新玉ねぎ1個入ってます。でエビですね、むきエビ解凍したやつを50度洗いして、50度のねお湯に少し1分ぐらいつけて、そして大きかったので半分にねカットしてます。これもゴロッとした感じが美味しいです。具沢山、こんなにいっぱいね具が入ってもね楽ちんなんですよ。もう5、6人分ぐらいまで作れちゃう、ほんとね便利な作り方なんです。まず炊飯器に今2合のねお米と2合分のお水が入ってますが、ちょっとお水を減らします。大さじ1、2、まあ好みなんですが大さじね、そうですね、2、3ぐらいはねお水を減らします。ややお米は固めが美味しいかなと思いますが、ここはね好みだし炊飯器の性質にもよるので、皆さん大さじ2、3ぐらいちょっとねお水を少なくしてみてください。そしてこのままお水はね15分か20分ぐらいは必ず浸水させておいてください。もうね20分ぐらいお水につけてあります。そこにまずですねコンソメ顆粒を小さじ2、そしてカレー粉を大さじ1、ちょっと混ぜて、ちょっと上の方のねお水の部分を少しこう混ぜます。ダマダマがね残ってても全然大丈夫ですからね、どうせ炊き上がってから混ぜるし。そしてウスターソースを大さじ1、塩をね少々、あとバターをね大さじ1くらい、こんなもんかな。そしてこのまま普通にご飯を炊いていきます。本来ならねピラフって具も一緒にね炊き込んでしまうと思うんですが、今日は具は別で炒めていきます。これが美味しいんですよ。一緒に炊き込んでしまうともちろんそれはそれで美味しいんだけど、具の量って結構制限されちゃうし、具もご飯もなんか同じ味みたいになっちゃうので、そんなにね作ることないというか、そんなに食べたいって思うこともないんですよね。でもこれはちょっと皆さん、もう具はどんだけでも入れ放題、ちょっと従来のピラフよりも変則的なピラフになりますけども、もうほんと簡単なんで、とりあえずはまあこのご飯を炊いていきます。ちなみに今日使ったカレー粉は私がいつもブレンドしているやつなんですけども、クミンとパプリカとターメリックとコリアンダーを大さじ1ずつね混ぜただけです。
これいいですよ、とっても便利で。で、なおかつこれ辛味が一切入ってないので、これに大人はカイエンペッパーとかブラックペッパーとかね、チリパウダーとかを足します。お子さんのいる家庭はこうやって作っておくととっても便利です。結構カレー粉によってね、辛いやつとかありますもんね。これ非常にマイルドで辛味ないです。めっちゃ美味しくて簡単なチキンカレーもやっと完成したので近々ご紹介しますね。スパイス用意しておいてくださいね。こんなに入ります。わ、ではフライパンをね、熱していきます。そしてオリーブオイルをね、まあ大さじ1ぐらい引きましょうかね。そしたら具材を入れていきます。できるだけね、大きなフライパン、まあ具材に合わせてね、大きめのフライパンを使うことをおすすめします。でももう全部入れちゃう。よいしょ。おー、入った。まずこれ全体をね、油を回してください。油をまず全体に回す。油コーティング、全体が油でコーティングされたら、もうこのままね、あまり動かしません。焼き付けていくようにね、食材から出てくる水分でなんか蒸し焼きみたいになっちゃうんで、あまり触らず、先をほったらかしで、たまに返します。こうやってね、ポンとたまに返す。そうすることによってね、いい焼き目がつきますからね。たまに返す。で、ここでちょっと味付けしていきますね。味付けは自由です。私はナンプラーを使うときもあるし、ハーブソルトを使うこともあるし、普通にお塩だけのときもあります。今日はね、ハーブソルト、クレイジーソルトをね、使っていこうかな。シャッ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 シャーってね、なるべくしっかり味に味をつけてください。ちょっと濃いめがおすすめです。わかりますか？こうやって焼き付けていくことによっていい焼き目がつきます。全部が全部にね、焼き目をつける必要はありません。ところどころにね、こういったいい焼き色がねつけば大丈夫です。胡椒をね、振ります。オッケー、具材の完成です。お庭のパセリー。ご飯が炊き上がりました。ほら、こんな感じで美味しそう。おこげがついてますね。では仕上げていきますね。先ほどのご飯をこういう大きな器に入れていきます。ガボッとで、こうやって広げて、もうこのご飯だけでもね、美味しいんですよ。ドライカレーとかにも合います。そして先ほどのちょっと具が多すぎたかな。まあでもいいです。これをね、上から乗せます。こういう感じです。そしてここに、まああればね、イタリアンパセリ等を振って完成です。彩り豊かで美味しそうなカレーピラフができました。はい、これはね、出来たても美味しいけど、少しね、時間が経っても美味しいんですよ。なのでお弁当なんかにもいいかと思います。これはね、食べるときにこうやって混ぜて、ほら、もう具沢山。ほら、こんな感じ。これね、実は昨日も作ったんですよ。実は昨日、お庭の方にね、新しいパーゴラ作ったんですよ。ジージー用の。その時にね、お世話になってる大工さんたちがいらしたので、お出ししたんです。もう2倍量作りました。これとスパサラと、あと揚げないメンチカツ、キャベツの、もう大好評でした。いただきます。もうね、これは絶対にご家庭の定番にしていただきたいなと思います。急なお客様なんかでもすぐできちゃうし、味もね、適量というか、こういった具材をね、味見しながら炒めるだけ。ナンプラーでね、炒めても美味しいんですよ。すごく合います。今日はハーブソルトを使いました。うーん、美味しい。
またこのねご飯が美味しいんですよ。お水を少し少なめにしてね炊くのがあのポイントで、どうしても具材からもね多少は水分が出てきますから、ちょっと固めぐらいで炊くと美味しいです。美味しい。よかったら作ってみてください。美味しいよこのカレーピラフ。まだね今ねオーブンの中入ってるのがあるからね。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様。ママ取ろっか。はい、どうぞどうぞ。チュチュン、召し上がれ。これあのほらね、スタンドサンド、まあ、みんなこれね、サンドイッチもね。他の名前なんですか。これね、カレーピラフ。カレーピラフとね、スパサラ。スパサラね、多分これ、うん、70万再生ぐらいいってるんじゃないかな。うまっ。もうおかわりして、どんどん。はい、便利ね、これね。よかった、ひろしくん。もう長い付き合いだもんね。うまっ。この家をね、建てる時からのお付き合いです。17年、15年、どうな、大きく、はい、ね、めっちゃうまい。エビとめっちゃくちゃ良かったんだ。野菜が全然喧嘩してない。仲良しになった。美味しいです。エビプリプリうまいっすね。あ、食レポ誰がうまい。スパサラもチーズケンとキュウリがもう玉ねぎのね、喧嘩してない。全然玉ねぎ今日畑から取り立てよ。本当ですか。メンチカツ、ほら、見よこの断面。うっ、はい、みんなちょっとじゃあお皿を出してくれ。食べる？うん、食べない。はい、おいしいしょ、おいしいしょね、食べてこれ、うん、はい、よかったよかった。暑いね。暑いな。重労働だもんね。トゥトゥトゥ。今、こちらの方にジージの憩いの場を作っております。すごい、すっごい太い、すごい太い木です。ジージ喜んでくれるでしょうか。今日も男ばっか。いつもうち男ばっか。どうですか。ここだったんですね、場所ですね、うん、はい、あ、熊本県の菊池になりました。菊池になります。お父ちゃん。